はい、3分間サイエンス、木原です。今日はこのブルーバックスから出ている地球の中身という本を紹介していきたいと思います。そこで今日は第1部として地球は生きているというタイトルでお伝えしていきたいと思います。そこで初めに地球の構造というのは一体どうなっているのかと言いますと、地球の構造というのはよく卵に例えられます。まず卵というのは一番中心に黄身があって、その周りに白身があります。そして一番外側に殻があります。それと同じように地球の中心部にはコアと呼ばれる黄身にあたる部分があります。その外側にマントルと呼ばれる白身にあたる部分がありまして、一番外側に地殻と呼ばれる殻にあたる部分があります。このように従来は例えられていたんですけど、最近は卵型よりもっと複雑な玉ねぎ型になっていると例えられるようになってきています。すなわち地球は卵型よりさらに複雑な層構造をしているということであります。そして次に最も重要なことなんですけど、地球の内部は常に運動している、つまり地球は生きているということなんです。その例としてまず挙げられるのはマントルの対流なんですけど、マントルの対流については多くの人が知っていると思います。そこで第二の例としてさらに重要になってくるのが、そのマントルのさらに内側にあるコアの部分も流れているということであります。なぜコアの部分が流れていることが大事かと言いますと、コアっていうのはマントルと違って主に主成分が鉄であります。要するに鉄が流れているわけなんですね。そうすると鉄が流れるとどうなるかと言いますと、鉄が流れることによってそれに沿って電流が流れるわけなんです。電流が流れて回転するとどうなるかと言いますと、これは高校物理で習うんですけど、コイルに電流を流すと磁場が発生します。それと同じように地球の内部で電流が回転すると、それによって磁場が発生するわけなんです。その磁場がいわゆる地磁気というもので、方位磁針を出してやると北側と南側を向くという、その原因になっているものなんですね。そして次に我々生命に関わってくる非常に重要な問題なんですけど、その地磁気は実は我々生命を守っている存在でもあるんです。というのはどういうことかと言いますと、地球に地磁気があることによって、宇宙からやってくる宇宙線、そして太陽からやってくる太陽風と呼ばれる、これどちらも生命によっては非常に有害なものなんですけど、その宇宙から来る有害なものを地磁気が守ってくれる役割をしているんです。それによって生命が地球で安心して暮らせることができるということもできます。では続きは第2部として次回の動画でお伝えしたいと思います。